吹奏楽のためのスケルツォ第2番夏は、カノ・ソウヘイが作曲した2010年度、全日本吹奏楽コンクール課題曲。第2回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール、第1位を受賞した作品。高校、大学、職場、一般のみ課題曲として選べた。題名が、吹奏楽のためのスケルツォ第2番になっているのは、前年に、 吹奏楽のためのスケルツォ第1番が第1回全日本吹奏楽連盟作曲コンクールで第2位を受賞したためである。第1番に関してはすでに発表済みである。また作曲当初では副題に夏とは設定されていなかった。作曲者は思想をした際にいろいろな意味で音が熱すぎると感じたためこの副題を設定したと述べている。 解説では、この曲の作曲に関して、変拍子と荒々しい節回しによって、吹奏楽に時に、暴力的とも言えるほどの活力を与えることを、目標とした、と述べている。編成にドラムセットが入っている。課題曲の編成にドラムセットが入ったのは、1989年度の、ポップスマーチ、素敵な日々以来21年ぶりである。 L&P のようなプログレッシブロックや水野、オサムコのような多様式主義からの影響と作者は語っているが、むしろゼロ年代の日本現代視覚文化への強い、リスペクトが感じられるフレージングが多い。これらは主に、打ち込みと呼ばれる作業で入力されている音符であるため、吹奏楽で動かすのは至難である。シンクラビアで作曲されたフランクザッパの G、スポットトルネード ザッタがアンサンブルモデルンバージョンへ編曲した困難に似た効果が現れている。冒頭から激しく表紙が変わりながら、速いテンポ、動きで進んでいく。練習記号3では、激しさを増し、トランペットやサクソフォンセクションが主体となりながら、木管やドラムが細かい動きをする。練習記号4からはソロがたくさん出てくる。 練習記号を8で3と同じような形になるが、木管の動きの激しさが増している。練習記号9からは、中バのソロとなり、穏やかなメロディーが流れる。さらに、パーカッションでは風鈴を鳴らす。練習記号13からは再び激しい動きとなり曲が進んでいく。練習記号20では寄付された、ドラムセットソロとなっている。このドラムセットソロは、オリビエメシアンの、 トゥランガリラ交響曲の第五楽章のピアノソロからインスパイアされている。その後、練習記号21ではテンポがゆっくりとなるが、練習記号22で再び速くなる。最後はリタルダンドをかけて、フェルマータで音を伸ばしながら、FF で終わる。ここも、明白にメシアンのトゥランガリラを意識した構成である。打楽器はパートの順番で並べている。 同じ楽器が2回以上使われているものは省いている。ありがとうございます。